はい、おはようございます。炭酸生態のアンジュです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日も炭酸生態の成功化実証済みのコンテンツを新たに提供していきたいと思います。はい、今日もですね、頑張っていきたいと思います。で、今日はですね、この正月で体調を崩したっていうお話なんですけども、年末年始ですね、結構皆さん休みが長くて、旅行行く人もいたらですね、ずっとテレビ、ね、見てた人もいてたんですね。で、僕のところに来た人はですね、ちょっと正月ずっと家でテレビを見すぎてですね、言えば座骨神経痛、お尻が痛いっておっしゃってたんですよ。で、今までやったらですね、その従来来てる腰痛とかじゃなくて、座りすぎてお尻が痛いっていうのはですね、もう完全に姿勢が悪いとか、やっぱ体勢ですよね。体勢が悪い、まあ、姿勢が悪いとか言いましょうか。姿勢が、ね、悪いから、体のそのどっか偏ったところに集中荷重がかかって、そこの部分のですね、筋肉が痛んだりとか、ひどくなったらしびれたりとかするんですね。で、よくあるんですよ。やっぱ正月とか長時間ずっとですね、だらーっと、やっぱ人間だらーっとしちゃうじゃないですか。で、今までその規則正しい生活してるのが一瞬でこうパッと1週間ぐらい休むとですね、やはり体ってこれなんですよ。交感神経が言えば超リラックスしちゃうんですね。だらけちゃうんですね。もう副交感神経優位に働いてボーっとしちゃうんですね。もう仕事のストレスもないし、会社に行くストレスもないし、もう言えば食って寝て食って寝て横になってテレビ見てて、もう好き放題したら、この交感神経がもう優位に働きすぎて、副交感神経が優位に働きすぎて、座りすぎてるのも分からず、気づいたら体勢姿勢が悪くなってお尻が痛いっていうような形なんですね。めちゃめちゃもったいないじゃないですか、こういうのって。で、僕は自分自身ですね、お仕事が30日までやって、仕事4日からやったんですけども、でも別に、仕事がゼロなわけじゃないんですね。いろいろその施術がゼロでもやることがいっぱいあるんで やらせてもらったんですけども、だから体調を崩すっていうことはまあないんですよ。で、よくあるじゃないですか、こういうことって。で、一番僕が言いたいのは、なんでそうしたらそうなるのかっていうことなんですね。で、今姿勢って書いたじゃないですか。だったら姿勢を正さないといけないんですけど、よく言われるのが、あの人は、痛くならないの、なんで私だけなんで、僕俺だけなんでと、嫁さんはなってないのなんで私だけなんで、旦那ならへんのなんで私だけなんでっていうのがよく言われるんですけど、それってですね、日常の、積み重ね、重ねで血流っていうのが悪くなってるわけなんですよ。日頃 その日常生活の習慣であったり、座り方であったりというのはですね、積み重ねて、そのダラーンというか、さっきの交感神経の副交感神経優位に働くとリラックスしすぎちゃうんですよ。その時にこの今までの積み重ねの悪い貯金が一気に出ちゃうんですね。で、うわ、いった、最悪、これ座りすぎたから最悪や、テレビ見るんじゃなかったとか、横になってこうやってテレビ見てる人が、いて、首いった、こんなもう、正月になったから体調崩したっていう人がいてるんですけども、それってはっきり言って日常生活が、の悪いのが積み重ねてリラックスしすぎるからなんですよ。だから僕は、年末年始とか夏休みとかお盆休み嫌いなんですよ。体調崩しやすいから。だから崩さないようにどうすればいいのかっていうことなんですけど、当然ですね、日常の積み重ねの状態をなくすことと、あと、だらけすぎないってことですね。メリハリをつけるっていうのを考えてます。だから別に正月で何もすることなくても歩くとか、正月で何もすることなくても、今本を読むとか、いわばデスクワークに近い状態というか、仕事中の緊張感を持つんじゃないんですよ。ただその日常生活に近いような
形でやればいいんですよ。別にずっとだらけなくていいんです。ずっとテレビ見なくていいんですよ。なんかちょっと歩くとか、日常生活で歩くじゃないですか。駅まで歩いたり会社まで歩いたり仕事で書類を動かしたりとかするわけじゃないですか。そういうのをすればいいんですけども、そういうのをしなくなるから体調崩しちゃうんですね。で、あとはこの日常の積み重ね、これです。これをどうするかっていうとですね、これです。なんか通販の販売みたいになっちゃってますけども、僕はこれを毎日朝昼晩とかけてます。で、しんどくなった時にもかけます。で、これをすることによって血液の循環を維持するような感じなんですね。例えばずっとですよ、ずっとこう押された状態で、これ人間であれでもこれ痺れちゃうじゃないですか。こうやってるとこうやっておきましょう。これ痺れるじゃないですか。痺れるのを妨げるのってこの長時間座ってたこういう状態なんですね。だからこうなってしまわないためにも当然動くとかすればいいんですよ。で、それが するのを動くのを忘れてテレビに集中しすぎてたら、この状態で相手ただしびれたってなるんだったら、もう最初からこれかけとったらいいんですね。これですでにもう血流を上げときゃいいんですよ。こう上げときてやってもマシなんですね。で、これね、ほんまか嘘かってね、やってみてほしいと思うんですよ。で、あとは僕はこの正月のその、いえばこういう不節制生活習慣が逸脱するような日常生活じゃないですか。これをするんであれば、僕は定期的に自分でこれをスイッチとして入れ替えているような感じでやるんですね。だから、これかけたらちょっと歩こうかなとか、これかけたらちょっとスクワットでもしようかなとかね、そういうような形でですね、1週間ね、テレビ見すぎてたらそりゃ体おかしなるじゃないですか。座骨神経痛もなんですもったいないと思うんですよね。だからそれ自分の意識次第なんで、僕が考えるにはこの日常生活の積み重ねからこういうものを使って変な悪い貯金をためずに体を常にきれいなクリアな状態にしておけば、少々日常生活崩れてもそんなに首が痛くなったりとか、神経痛座りすぎて痛くなったとか腰が痛くなったとかなくなりますんで、新しい、生活 その習慣を作っていくためにはこれ一回試してみてほしいと思います。で、これじゃなくても全然問題ない。ぜひですね、今までの違う生活のやり方という習慣をね、一つ身につけてほしいと思います。ぜひですね、参考にしてください。はい、こんな感じで今日はですね、正月はですね、どうしても日常習慣から逸脱したですね生活になっちゃうんで、体調崩さないようにしてください。はい、またですね、次回お会いしましょう。さよなら。今日もですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったとかためになったっていう、思われた方は、いいねのボタンをお願いしたいと思います。またですね、たくさんのですね、有益な情報を配信していますので、こちらの方にですね、登録ボタンを用意しておりますので、ぜひですね、登録をしてください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。